ご自を行いたいと思います。はじめにあのこちらのお金あのご説明がございますのでお待ちください。はい、じゃあお願いいたします。はい、ええー、と原子力規制庁総務課で総括をしております。金指しでございます。よろしくお願い申し上げます。えー、まず、私の方からあの本日の会議の全体の状況を簡単にかいつまんでご説明をさせていただいた上で、えー、各担当の方からですね。それぞれの議題につきまして。 えー、今日の、まあ、決定の内容等々についてのご説明をさせていただきました上で、えー、質疑応答に入りたいというふうに思ってございますのでよろししくお願い申し上げます、えー、本日の原災本部、それから原子力防災会議合同会議でございますけれども議題はお手元議事次第あるかと思いますけれども大きく3つでございます。 1>, 1つ目は東京電力福島第一原子力発電所における廃炉潜水問題に対する追加対策についてということでこちらは案の方が茂木経産大臣の方からご説明がございまして本日、減災本部として決定をしてございます。 それから2つ目の議事が原子力災害からの福島復興の加速に向けてということでございましてこちらもまず茂木大臣の方から案についてのご説明がございまして原子力災害対策本部として決定をしてございますそれから3つ目は原子力防災対応の充実についてということでございまして 原子力防災の関係の計画の進捗状況、あるいは防災訓練の実施状況についてのご報告がされたということでございまして、こちらは原子力防災会議に報告をするということで、特段決定事項があったというものではございません、で最後、総理の方からご発言がございまして、閉会というのが会議の簡単な段取りでございます。 それではまず一つ目の議題につきまして、資源エネルギー庁の方からですね、まず簡単にご説明をさせていただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。 資源エネで原子力発電所事故収束対応室長をしております新川と申しますまた同時に内閣府廃炉潜水チームの事務局総括をおせつかっておりますよろしくお願いいたします着席にてご説明させていただきますあのお手元資料1の11の2があるかと思いますがそちらが廃炉潜水問題に対する追加対策に関する資料でございます横長資料1の1を使いましてご説明をさせていただきます福島第一原発の潜水問題につき つきましては、今年9月3日に原子力災害対策本部で基本方針が決定されております。汚染源を取り除く、汚染源に水を近づけない。 汚染水を漏らさないという三つの基本方針のもと、東電任せにするのではなく、国が全面に立って必要な対策というのを実施するとして実行してきたところでございます。また、この基本方針の中でも、年内に予防的、重層的な追加対策を取りまとめるということとしておりました。今回取りまとめました追加対策は、国内外からの780件に上る技術提案を踏まえ、 汚潜水処理対策委員会の専門的検討を受けて、えー、決定あの取りまとめております。あの資料のからの部分でございますが、 えー、その緑の部分、それから黄色の部分、それから右がちょっと色が変わっておりますが、紫の部分の取り除く、近づけない、漏らさないのところにこれまでの対策と主な追加対策というふうにまとめておりますが、これらは既に決定した対策が万一十分な効果を発揮しない場合に備えた重層的な対策、また想定されるリスクに備えた予防的な対策をまとめたものでございます。で特に資料の3つの矢羽根がございます。 そのうちの1つ目でございますが汚染水貯水タンクの増設につきましては溶接型タンクの設置加速を進め地震等に備えて各タンクを満タンにしなくても汚染水を貯水できるのに十分なタンク容量を確保するために官民を挙げて可能な限り加速化する必要があるとしておりますまた追加対策のうち港湾内の海水の浄化技術など技術的な易度が高く 国が全面に立つ必要があるものについては平成25年度補正予算も活用して国として技術開発を進めていきたいと考えておりますまたあの最後に残るトリチウム水につきましてはあらゆる選択肢について総合的な評価を実施し対策を検討するとしておりますでもう一つあの廃炉汚染水問題に関します体制強化についてはえ議題2の中でえ あの取りまとめられておりますまたあの一番下に記載をしております風評被害対策につきましてはあの現在各省庁のご協力をいただきながら進めておるところでございますが対外的な情報発信も一層強化していきたいというふうに考えております簡単でございますが追加対策説明させていただきましたでは続いて議題2の原子力災害のからの福島復興の加速に向けてにつきまして支援チームの方からご説明をお願いしたいと思います 内閣府の原子力被災者生活支援チームで3時間をやっております、井上宏でございます、どうぞよろしくお願いいたします。お手元の資料の2-1という資料でご説明をさせていただきます、今回、この資料、あるいは資料2-2が本文でございますが、この資料を今朝方、総理を本部長とする現職災害対策本部にて決定させていただきました。 その上で本日の閣議におきまして、閣議決定もさせていただいております。ご案内のとおり、あの政府の中での最高レベルの意思決定ということで、今後の福島の復興加速についての基本的な方針を固めさせていただいたという位置づけでございます。で横長の紙をご覧いただきますが、1ページをおめくりいただきますと、経緯でございます。 あの政権交代がございましてから、えー、東日本大震災からの一日も早い復興再生を最優先に取り組んでまいりましてとりわけ現職災害からの福島の復興再生に、えー、しっかりと取り組んでまいりました、えー、この中で、えー、これまでの主な取り組みといたしましては避難指示区域の見直しというのを都合大体200回ぐらいの住民説明会をやらせていただきながら 地元合意の上で実施をさせていただいてまいりました。これがご案内のとおり今年の8月全ての避難指示区域での見直しが終わったところです。で、その後、これからの復興本格化に向けてはですね、できる区域については避難指示も解除し、復興本格化させていかなきゃいけないだろうと。あるいはそういう中にあってもですね、線量が非常に高いところについては、 そろそろ事故後1000年を超えてきてですね、帰れるというところだけじゃない住民の方々の選択も可能にすべきではないのかといったような多様な声が、住民の方々から寄せられるような状況になってまいりました。それを踏まえまして、与党の方からもご提言をいただいておりますけれども、今回取りまとめたこの基本方針というのは、例えば、 このページの2ポイにございますけれども、左側に書いてございます、放射線量についての安全・安心対策、これは皆様ご案内のとおり、原子力規制委員会で基本的考え方を取りまとめていただきましたが、政府としてじゃあ何をするのかというのは、原子力規制委員会から政府にボールが投げられた形になっておりましたので、今回、この基本方針の中で、具体的な対策、 を示させていただ、いいいてているという位置づけになっておりま,すまた真ん中のところでございますが賠償、これにつきましても避難指示を解除して戻っていかれる方々についても賠償を拡充すると同時にあのどうしても別のところで新たな生活を始めなければならないといったような方々への賠償も新たに設けると。 いったようなことを基本的な考え方として文科省に設置されております原子力損害賠償紛争審査会で審議が進められてきているところですまた一番右の汚染水問題への対応は今資源エネルギー庁からご説明があった通りでございますこうした様々な対策がそれぞれのつかさつかさで進められてきておりますけれどもこうしたものをやっぱり全体像としてですね 政府としての基本方針を取りまとめてほしいという声がご地元から非常に強く寄せられました。また、それを説明するだけじゃなくて、今後、中長期にわたって政府はそういう方針でやっていくんだということをしっかり決めてほしいという声もございましたので、今回まとめさせていただいたという段取りになります。このページの散歩図にございますとおり、3つの基本的な方向性でございますが、1つ目は、早期期間支援。 それから新生活支援、両面で福島をできるだけ支えさせていただきたい。そこから2つ目は、1F の自己収束に向けた取り組みを強化していきたい。3つ目は、国が前面に立って、福島の再生を加速していきたいといったような基本的方向性に従いまして、次のページ以降の対策が決められております。2ページ目でございますが、1にございますとおり、 これは避難指示を順次、えー、環境が整ったところからですね、地元と協議をした上で、えー、避難指示を解除していく、そして、えー、住民の皆様も,も戻りたいとお考えになられる方は帰還していただける、そういった環境を整えていくという対策でございますが、丸1、丸2、先ほど申し上げたとおりです。また、丸3は今般の補正予算に 500億円超で、復興庁から計上いただいておりますが、福島再生加速化交付金という新しい交付金を設けさせていただいて、地元のニーズにきめ細かく対応できるような体制を整えたい、また、丸ルは今までも議論、対応を進めておりますが、除染、中間貯蔵、こういったものをしっかりとさせていただきたいということでございます。 また2の方は、基幹困難区域等でございますが、丸1に申し上げましたような賠償に加えて、丸2、新しい交付金も活用しながら、当該市町村内外の復興拠点を整備していくと。あるいは丸3でございますが、じゃあこういう区域について一体どうしていくのかというのを長期交易の観点からしっかりと地元とともに検討していくといったようなことを 基本方針として決めてございます3ページの自己収束も大事なパートでございますが先ほど資源エネルギー庁からご説明があったところかと思いますまた3でございますがもはや東京電力だけの資金では十分な対策が進められないということで国費の投入も含めて 国と東電の役割分担を明確化するといったようなパートが織り込まれてございます。最後5ページでございますが、今回、こうした国の基本的な方向性、それからある種の支援のメニューを全体像という形で取りまとめさせていただいておりますが、 年明け以降、ですね新たなステージということで、福島再生に向けた道筋を順次、具体化していきたいというのが政府の考えでございます。あの地元の自治体、あるいは住民の方々にもしっかりとご説明をしながら、ですねここに書いてございますような段取りで、順次、具体化をし、再生の取り組みを加速していきたいと。 というのが政府の考え方でございまして、年明け以降、地元と一生懸命取り組んでいきたいということでございます。 はい、それでは続いて議題の3つ目でございます原子力防災対応の充実についてということで内閣府原子力防災の方からお願いをしたいと思います、はいえー、原子力災害対策担当室で3時間をしておりまして原子力規制庁の防災課長も兼任しております金子でございますお手元の資料3の1、3の2を用いまして今日の議題ご説明を申し上げます1つ目は地域の避難計画の充実に関します取り組み状況についてということで資料の3の1ですが、えー、9月の3日の原子力 防災会議でまあ、国を挙げて地域の,この避難計画の充実を支援していこうという方針を決め,さ決めていただきましたその後あの国として各地域に共通的な課題についてはどういうふうに対応していくかというのを取りまとめた対応方針というのは10月の9日に関係省庁とまとめましてここに資料の中に5つほど主な項目を掲げておりますけれどもこういう方向をやっていこうとでそれに基づいて各地域でワーキングチーム これは国と各地方自治体、それから関係の機関入りまして、えー、各地域の避難計画をどういうふうに充実していったらいいかということを検討してまいりました。いろいろあの実効性のある計画づくりのためには各地域ごとにあの違う項目もありまして、例えばまああの離島の多いところは船をどういうふうに活用したらいいのかというようなことで、国交省さんといろいろお話をしたりとかですね、いうようなこともございましてやってまいりました。で、2ページ目ご覧をいただきますと、現在の進捗状況というふうに書いてございます。 えと後に4ページ目に表がありますのでそちらもご参照いただければと思いますけれども、あの法定されている地域防災計画は、もうこれ、皆さんご承知かと思いますけど、対象のところの概ねあねすべてに近いところが残っている、まあ、福島と福井の一部ぐらい、えー、というところになってきております。一方で、より詳細な、えー、避難の対応手順みたいなものを示した避難計画というのがなかなかまだ進んできていないということでございますが、現時点までで、 え、表情も12月2日現在としておりますけれども、53の市町村については、基本的な項目に関して、え、具体化が進んできているという状況にございます。また、あの、年内にも、この数字が若干動くかもしれませんけれども、そういった状況を踏まえますと、全部でその6つの地域ですね、え、この丸1から丸6まであります、表の中では編みかけをしてございますけれども、北海道の泊りから北から始まりまして、え、福井を中心としたエリア、それから それから島根、それから愛媛県の伊方、佐賀県を中心とした玄海の地域、それから鹿児島県の仙台地域というようなところは、あ 全体としては、ああ概ね具体化ができてきているだろうというような状況を確認するに至ったところでございます。で、まだこれであの完成というわけではありません。えー、もちろんまだあの、できていないところがありますので、できていないところはこれからさらに検討を進めて、具体化を図っていただくということを国と一緒になってやっていくということでありますし、えー、2ページ目の下のカッコ2に書いてありますように、ここまで進んできているところについても、えー、まだあの、いろいろ難しい課題が残って、 ております特に要支援者と呼ばれている例えば病院に入院されておられる方特養老人ホームのようなところに施設に入所しておられるような方々の受け入れ先の調整のスキームであるとかそういったものについてはより細かな え、計画が必要になりますので、施設ごとの計画の支援とか、それから、ま、自治体のサポートの段取りの具体化、こういったものが必要になってくるので、さらに、え、充実をしていこうというような取り組みを、継続してまいります。と、えー、いうような形でご報告をさせていただきました。後ろに、あの、別紙にという形で、各6地域の、大体の、ま、避難の、受け入れ先と言いましょうか、避難先といったようなものを、マッピングした、あの、概略図を、お付けしておりますので、これは、あの、皆さん、後でご 参照をいただければというふうに思います。それからこの議題と合わせて、資料の3の2がありますが、昨10月に行わせていただきました国の原子力総合防災訓練の状況につきまして、簡単にご報告をいたしました。これはもうあの皆様もよくご存知だと思いますが、後ろにあの実施状況の写真などついております。かなり実動を伴った形で各現場の展開をさせていただいていろいろ確認をして、さらに課題も洗い出したというような状況になっている旨をご報告させていただきました。 私からは以上ですえと。とりあえず事務方としてご説明をさせていただきたいというふうに思っております。内容は以上でございますのでご質問あればお願いをいたします。 ありがとうございます、えっと。今回のもともと方針については、すね、我々現少被災者生活支援チームもあの、例えば区域見直しの住民説明会とか、あるいは田村市でやっている避難指示会場に関する住民説明会とか、えー、随分とですと、ね、地元での活動をさせていただいております。 そういう中で先ほどもちょっと触れさせていただきましたがやっぱり一人一人の住民の方々がですねそろそろ自分たちの生活をしっかり決めていかなきゃいけないという状況になっているという声が非常に強いございまして例えば放射線の防護とか賠償とかそういった対策がつかさつかさで検討されていて それが皆さんのおかげで広く報道されてるんですけれどもどうしても全体像が分かりにくいというご質問とかご意見がです、ね、非常に多かったです。これは県であるとか被災中に市町村の自治体の方々なんかと意見交換していてもです、ね、そういう声が多かった。 したがって、できるだけ住民の方々、あるいはご地元の方々がご覧いただくときのお全体像が見えるようにですね、まとめたいというふうに政府としては考えたというのがことの背景でございます。そういう意味では、趣旨、狙いといたしましては、できるだけ政府として今後、中長期で福島再生を進めていくという方針をですね、 明確にし、またその全体像も現時点で一生懸命取りまとめてきたものは包括的にお示ししていくという狙いを持ってやっています。またちょっと役人的ですが、あのやはり閣議決定とか、原則本部決定というハイレベルで方針を決めていくということは、今後の政府の方向性も拘束するというふうに思っておりまして、そういう意味では、 この長い本文の方もしお時間あればお読みいただきたいのですがしっかりとしたここで示された方向性をですねきちんと政府としてはやっていくんだということかと思っております。 あの、放射線量の見通しについてはですね、先般の与党のご提言でもしっかり示すべきだというお話が、えー、ございました。また、地元に行っていてもですね、特に帰還困難区域の方々についからはそういう声が多ございます。で、今回、この中では、あの、まだお示ししておりませんが、えー、物理的な減衰ですね、のカーブについては、 かつて原産本部で公表している経緯もあって皆さんご案内のとおりこう右肩下がりのカーブでセシウムの134と137の半減期に応じた低下それからウェザリング効果といった模ようなものは出ております他方でですねご地元の方々が期待しているのはやっぱり除染を織り込んだ効果がどうなんだとでそれぞれの地域で一体どうなっていくんだっていうところがお知になりたいと。 でこの点については現在環境省さんの方でですね帰還困難区域において一体ど,どのような方法でやるとどれだけ線量が下げられるのかといったようなことを調べるモデル除染っていうのを実施しております。 で私どもが環境省さんからお聞きしているところでは、まあ、年内はです、ね、一生懸命それをやらせていただいた上で年明け以降、その評価をしていかれるというふうに承っておりますので環境省さんからそのしっかりとしたデータをいただき政府内でその効果もどう織り込んでいけるのかというのをよく精査した上でです、ね、できるだけ年明け以降早いタイミングで,です、ね、お出ししていけたらいいなと。 いうふうに思っております あの廃炉対策推進会議は、えー、中長期ロードマップの決定それからあの研究開発と廃炉の工程の一体化ということを主眼に、えー、ま活動してきましたがま途中からその汚染水処理対策委員会がまその下に入ってという形でやっておりましたまたあの夏以降の汚染水問題の広がりの中でま関係省庁のご協力を得ると得て進めていく必要があるということで廃炉汚染水対策関係 等会議が作られたという状態で、まあ、原色災害対策本部の下に、まあ、2つぶら下がっているような状態になっておりました、えー、与党のご提言でも、まあ、指揮系統を1つにまとめるというようなあご指摘を受けておりましたので、まあ、これを、えー、関係閣僚等会議の方に、えー、一本化をし、司、えーまあ、令塔機能を、まあ、はっきりとさせるということを、えー、させていただくということでございます。 えっと、シゲネル議長の山口と申します。よろしくお願いします。あの、ご質問の点ですが、あの、今日、あの、決定されました、あの、本文の方の10ページのところに書いてある点だと、ございあの、 でございます。それであの現時点での方針というのはあのまさにご質問のあったところですけれども、えー、今回のその決定の中ではあの内外の専門人材を結集し技術的な観点から新たな支援体制を構築をするということまであの書いておりまして、その際に、えー、ご質問のあったその現場機構の活用を含めて検討するということになっておりますごしたがってその現場機構を実際にですねその、えー、活用してやるかどうかまで完全に決まったわけではございませんので、まず政府としての検討中という

その前提でお話をいたしますとあのまさにその専門人材を集めてやっていく際にです、ね、そのどういうことを考えて、まあ、その支援体制を作ったらいいかという際の、まあ、ある種、厚労要素だという,ふうに思っておりましてまさにその政府としてらなきゃいけない賠償の支援という話あ国としてらなきゃいけない賠償支援の話と廃炉支援の話というのは、まあ、連関が強くございますのでその際にすでにもうその賠償支援を取り組んでいる現場へのの活用というのは一つの有力な選択肢ではないかという,ふうに思っているわけでございます。したっってその決まったわけけでではないんですけれども 仮にその活用ということをやっていく場合については、当然、そのえ法律に基づく組織でございますので、法改正は必要になってくるとで、その場合のそのタイミングについては、まだ決まっておりませんが、あの仮に法改正になった場合については、通常公開を念頭に置いているということでございます。 ののます伊藤と申しますあの今般の閣議決定におきまして、その4発になります国と東京電力の役割分担の明確化,化に関連しまして、えー、除染特別措置法、あるいは原子力損害賠償支援機構法の改正はあの予定しておりません。 まずちょっと全体の,立てあの補足のブリーフィングですのであの正確なの機会なんで、えー、全体の縦付けのご説明をさせていただければと思うんですけれども、えー、と実はあのいわゆる役所の予算でいう歳出と、まあ、歳入と大きく分かれておりまして、えー、今日ここでそのいろいろとその議論があるのは、まあ、ある種歳入というんですがお金の入りの部分でございますそれで、えー、いわゆるその中間貯蔵施設の事業費、えー、これは環境省において えー、予算計上いたしまして、えー、復興特別会計に計上するという形になってございます。でその内訳、えー、につきましては、あのちなみに、十二ページの脚注九で。 え中間所蔵施設建設管理運営等の費用ということで約1.1兆円程度と見込まれるという記載がございますけれどもこれにつきましてはあのその客中の1行目にありますように環境省の資産ということになっておりましてその中にその何がどこまで含まれるかというのは恐縮ですけどその環境省にお問い合わせいただければと思いますあの土地についてもあの一部含まれているというふうにあの伺っておりますそれでむしろあのこの13ページのところにありますうその350億円 程度という記載につきましては原子力損害賠償支援機構に対して支援,機構法上支援機構法68条に基づきましてこれはもともと国から支援機構にお金を入れるという枠組みがもともと用意されておりましてそれに基づいてエネルギー特会電源開発促進勘定の350億円をそちらに入れると。 いうことですので、えー、厳密にこの350億円がその中間貯蔵の,その先ほどの歳出のまあ土地ですとか管理運営費に何か具体的に紐づいてるわけではございません。 すみませんちょっと言葉を走りましてこれまたあの他の方からも多分ご質問出る可能性もあるので合わせてですねちょっとすみませんお時間頂い,いてちょっと全体のもう一回仕組みをですねあのご説明させてあげると思うんですけども、えー、先ほどの国と東電の費用分担のところでございます。 それで実は原子力損害賠償支援機構法の改正は予定をしておりませんのでこの枠組みは維持をいたします。ちなみにこの法律は2011年の8月あの震災以降に成立をした法律でございます。それで枠組みとしましては原子力賠償支援機構からあごめんなさい国から原子力損害賠償支援機構に対して交付国債という資金が交付をされます。 えー、この,その交付国債の枠が今まで5兆円だったところ今般あの9兆円に拡大をするということになってございますそして原子力賠償機構から東京電力に対して、えー、必要なその賠償資金について資金交付をされるということになっておりますでこの賠償につきましては、えー、紛争審査会等の基準 が順次、整備されるに伴いまして、順次、資金申請がありまして、それに伴って、段階的に資金交付を機構から東電にしていくと、そうやって国から機構そして機構から東電にということで、お金が流れていくという仕組みでございます。それで、原子力賠償支援機構の一つの大きな性格としまして、資金の回収スキーム。 だとお考えいただければよろしいかと思います。で資金の回収スキームとしまして、したがっその収入と支出というものが当然あるわけですけれども、いろんな形でその収入を立てると、で主たる収入としまして一般負担金と特別負担金という制度があの整備されております。一般負担金は、えー、原子力事業者全般と。 とということでこでの原子力損害賠償支援機構はあの福島の事故のみならず、えー、原子力の事故についての相互扶助の仕組みでございますので、えー、原子力事業者が参加するそのある種の一般会費として一般負担金を徴収するということになってございます。 特別負担金という制度がございましてこれは今般のように機構から実際に資金交付を受ける、まあ、具体的には今回は東京電力株式会社ですけども東京電力のみが払う特別の会費ということで特別負担金という制度がございます。 実はただ収入の部につきましてはその2つにとどまらずもともと、既公法上ベッドの収入が用意されておりましてこれが先ほどご紹介した支援機構法68条でもともとこの負担金の額を定めるわけですけれどもやはりその賠償の額がかなり大きな金額になっていくにつれて負担金 えーの年間の支払額が非常に多額になるあるいはその年間の支払額を固定するのであれば最終的にその返済期間が超長期にわたるとこういう場合においてはその国民生活に影響があるという観点から国からゲーム収録賠償機構に対して資金を交付をすると。 この交付というあの言葉の交付国債の交付と同じですけどあの意味合いは違いまして基本的には渡しきりのお金として国から寄構にお金を入れるという仕組みがもともと予定をされております。そしてあってあの一般負担金、特別負担金そして68条に基づく国からの交付とは。 で今般え第4のお金の,その収入の部というものを実はあの政府方針として決定をしてございます。それがもともとその現売機構が保有をしている株式東電の株式えこちらについて仮に売却が益が出た場合にはこれもえ今申し上げたその3つの収入の手段と同様にえ株の売却益を え最終的にその国庫に納付するまあ回収スキームの,その収入として当てるということを今般決定をいたしましたあの基本的に株の売却益は現職賠償機構に帰属するものでございますので、えー、ただこれは法律上その機構のミッションはその回収し最終的に交付を受けた交付国債と同額に見合うまで国に納めるということでございますのでえー 以上申し上げたその4つの手段、お金の売却を含けた4つの手段を持って用いて、お金を回収をし、最終的に9兆円、仮に交付を受けたな,で受けたならば、9兆円に見合うまで国に納めていくと、こういうことでございます。ちょっと長くなりまましししたたけど解説申し上げました はい、あの株の売却益につきましてはあの今般の政府方針で、えー、現場以降の,その収入として国庫に納付する手段として位置づけたわけですけれども、えー、実際にいつ売却をするか、えー、またそのどのトリガーで売却をするかというのは現時点でまだ決めておりません、えー、これはあの最終的に市場の動向等を見ながらあーということになろうかと思いますしただあの端的に申し上げて 東京電力においてさまざまなその経営改革あるいはその合理化、えー、こういったその努力を通じて十分に企業価値を向上させ、えー、最終的に株価の優位なその上昇が得られて初めて、えー、売却ということになろうかと思いますので、えーまあ、相応の期間は有するのかなというふうに思っています。 はいいあ,ありがとうございます、えっと、中間貯蔵の費用に相当する分については、先ほどの第368条に基づく国からの交付ということを用いるということに決めているわけでございますけれども、えー、まず、電速税の,その増税をこの本、首、え、都、ー、のために、えー、予定していることはございません、えー。基本的には全体の、まさにこの客中12にありますように。 全体のその編成の中で年出をするとまあ言ってみればやりくりの中で年出をするということが政府としての基本方針でございますそれでじゃあいくらなのかとで26年の予算につきましてはまあ350億円程度ということでこれすでに記載をさせていただいておりますけれども全体の額につきましては基本的には掛け算でございまして年間のその歳出予算計上分かける何年かけてということなわけですけれども 本文の13ページをご覧いただければ、えー、中断3つ目の段落にございますように中間貯蔵施設費用相当分については事業期間、まあ、30年以内これはあの中間貯蔵施設の事業期間が30年以内ということになってございますのでこれについてあの基本的には30年ということを目途として、えーまあ、その年間の支払い額かける30年ということでただ、えー、先ほどもご説明した客中12の 資産ごめんなさい、環境省の資産、費用資産においては、これまさにその交付国債の発行限の額算定のために見込みをしておりまして、最終的にいくらになるかというのは現時点ではまだ分かっておりません、したがって、そういう意味では全体の総額に応じて、年間の支払額もある意味伸び縮みするのかなということで、特にまだ2年目以降は決めてないということです。 ありがとうございます。えっと、1点目、これ、文書変わってないかというのは変わっておりません。このまま、本部決定、閣議決定をさせていただいております。それから2点目、意見でございますけど、あの、本日の会議でですね、えー、関係の大臣からいろんなコメントはございました。あの、簡単にご説明をさせていただきますと、まず、あの、根本復興大臣でございますが、あの、復興庁としてもですね、今回決まった、この政府の基本方針に従って、 福島再生の加速化に全力を尽くしていきたいと。で、福島ではですね、被災自治体によって直面する課題とか、実情が異なっているので、きめ細かく対応していく必要があると思うと。で、今回、新たな交付金として、福島再生加速化交付金を創設したわけだけれども、より使い勝手の良いものとして、しっかりと使っていきたい。 でこうしたこの交付金や他の事業と連携させながらですね、えー、一日も早く福島再生を実現していきたいというコメントが根本大臣からまずございました。それから、あの環境大臣、石原環境大臣でございます。石原環境大臣からはですね、女性については、国直轄の計画を年内に見直しすべく、 今、地元と調整を進めていると。また、中間貯蔵施設については、12月14日にご案内のとおり、地元に案を提示させていただいて、受け入れの様子を行ったところだけれども、地元に対し丁寧な説明を行って、ご理解をいただけるように頑張っていきたいとで。関係各省についておいてもですね、中間貯蔵施設等の立地地域、 の生活支援策とか、振興について、え、環境省もしっかり考えていくので、ぜひ協力をしてほしいと、いったようなお話がございました。また、下村文部科学大臣でございますけれども、お、賠償を担当されているという観点から、え、現在、現職賠償紛争審査会で、え、地元からのご意見、ご要望も踏まえて、え、議論を行っていると。 今月26日の次回審査会で新しい指針を取りまとめる予定だとこの指針によってですね福島の再生にしっかりと貢献していきたいといったようなコメントがございましたさらに田中原子力規制委員長3つ目のご質問とも関係するかもしれませんが 田中原子力規制委員長からはですね、例の放射線の不安対策についてご発言がありました。計上、今年の3月の原災本部で根本復興大臣から原子力規制委員会にて、科学的技術的見地からの検討を依頼したわけですが、その後、原子力規制委員会で検討を進めて、えー、基本的な考え方を出させていただいたと。 個人線量を重視した上で、住民を身近で支える相談員の配置とか、相談員を支える拠点の設置といったものを提案させていただいたと。また、機関の選択をしない住民の不安等にも応えていくことが必要であるということを提起させていただいたと。今回の政府の基本方針は、こうした内容を取り入れていただいていると認識していると。 えー、その前提でですね、引き続き、現職規制委員会としてもしっかり対応していきたいといったようなご発言がありました。えー、最後にあの、総理の方からはあの、プレスの方々にもオープンだったのであの、改めて申し上げるまでもないかもしれませんが、えー、福島の復興をなくして、日本の再生はないといまだに避難生活を余儀なくされている14万人を超える現職被災者の方々に、一日でも早く生活再建を果たしていただくことが、 我々の使命であると。このため私自身、政権発足後、5度にわたって福島を訪問したと。えー、福島再生については、区域見直しも進み、廃炉汚染水問題の解決もちょいついたところ、ただし、残念ながら全体の動きは遅れていると。えー、こうした中で、えー、従来の方針に沿った取り組みだけでは、住民の方々や地元自治体のお取り組みにしっかり対応しきれないので、えー、与党からのご提言も踏まえてですね、 本日こうした基本方針を取りまとめたんだとで。先ほど申し上げた3つの基本方針を改めてメンションされた上でですね、関係閣僚に地元と十分に協議しながらしっかり具体化していってもらいたいというご指示がなされました。以上が2点目のご質問の関係かと思います。それから3点目ですが、おっしゃる通りでございまして、例えば防護につきましては、個人線量系をどうやってですね、 地元の方々に持っていただいてその線量を個人情報にも関わるわけですがどうやって把握し管理していくのかといったようなもともと難しい課題がございます。で規制委員会の提言あるいは今回の政府の提言も例えば個人線量系につきましてはあの希望者を中心として やらせていただくということを我々としては念頭に置いておりまして、え、強制的にみんな持ってもらうということはまず考えておりません。でその上で、え、よく地元で言われるお話はですね、まず先に政府でちょっと測ってもらったりですね、あるいは空間線量と個人線量の関係って、いろいろ今までも個人線量測られてんだから、 統計的に大体どれぐらいとか示してもらったり、要は住民がつけて初めて分かるんじゃなくて、おおよその水準っていうのを情報提供してもらえないものなのかなといったような声もございました。で、今回の方針の中ではお読みいただければと思いますけど、そういった声にしっかりと対応しながらですね、対応を進めていこうと思っております。で、防護についてはやっぱり、あの、住民の方々のお気持ち、 に関わるすごく難しい問題でもございますので、今回の方針にも書かせていただいておりますが、あの、地元ごとにですね、できればロードマップを一緒に作らせていただいて、それに応じて丁寧にやっていくということを我々考えております。これは規制委員会でもそういうご提言ございましたが、そういった意味では年明け以降ですね、 各自治体の方に我々被災者支援チーム環境省さんとも連携させていただいて伺ってです、ね、どうやってその地域の実情を踏まえながらこの対策を進めていくのかというまずロードマップを一緒に作る作業をやらせていただいてそれで丁寧に進めていくということだと思っております。 で防護においては、ですねご質問がございましたとおり、規制委員会検討チームで、ですね必要に応じてまた先生方に集まっていただくというご発言が、中村座長からあったと私も記憶しております。で我々としては、ですね仮にそういう会合が開かれる場合には、今回、政府で取りまとめた方針をご説明することをはじめですね。 今申し上げたような各ご地元とのロードマップの作成の進捗作業などを必要に応じて政府としてですねまずご説明すべきことはご説明させていただきますし引き続きご指摘等があるのであればむしろぜひご指摘いただきながらですね対応を進めていきたいと思っておりますただこの点はあの規制委員会のご判断かと思いますのでそのご判断を踏まえてしっかりと対応していきたいと思いますその他防護は ちょっとご質問にあったので細かく申し上げましたが賠償も12月26日に新しい指針が出てまいります。それから今の福島再生加速化交付金もかなり広範なメニューが可能になるんだと思うんですが実際何をどう使っていくのかっていうのはですね地元に丸投げしても地元としては困ってしまうというところもあるので 一体どんなことができるのかっていうのをご説明しながらですね住民の方々ともいろいろ議論を踏まえていただいて我々ももしお許しいただけるんであれば一緒にそういうメニューの作り込みっていうのをですねやらせていただければありがたいなと思ってますそういうことを地元ベースでですね一番やらなきゃいけないところに手を届けるような形で新しい交付金の活用もやっていただくとそういったことも含めながらですね 一つの分かりやすい会議があるわけじゃないんですけれど、政府としての支援メニューは出,ましたの出させていただいた、現時点でのです、ね、はものなので、あとはご地元とよくご相談しながらです、ね、住民の方々のご意見も聞きつつ、順次、具体化をしていくというのがあの大事なんじゃないかなというふうに、現時点で思っております。えっと、原産本部とししてても,もちろんやっていきますし あの関係省庁ともです、ね、連携を図りながらしっかりやっていくと、えー、政府、この今回の本体にも書いてありますが、政府一体となってしっかり対応していくというのが基本方針でございますんで、えー、手を抜かずしっかりやっていきたいということかと思ってます。 はいいありがとうございます、えー、っとあの交付国債、えー、今般、えー、来年度の予算予算総則において、えー、5兆円から9兆円に、えー、拡大をお,お願いするということであの政府の方針を本日決めたわけでございますけれども、えー、その交付国債の、まあ、枠の試算としまして、えー、先ほどご覧いただいた客中9。 てまず女性については2.5兆円程度、中間貯蔵施設については1.1兆円程度ということでございまして、そうするとその3.6兆ということでございます。で、残りの5.4兆、まあ、具体的な引き上げ4兆円分のうちは4000億円となるわけでございますけれども、これについてはいわゆるその被害者の方々、そして被害企業の方々への賠償ということで、 現時点で試算をしてございます、えー、それで、えー、随時見直しをしていくということでございますけれども、えー、まず交付国債の枠としましては今回9兆円で設定をいたしましたので。 であの基本的にはまあこれまであの5兆円の枠賠償についての枠を設定していたように何かその直ちにです、ね、先ほどのご説明した賠償の追加の4000億円も含めてございますけれども直ちにこの9兆円というものの枠に達するということではないと考えておりますので基本的には当面9兆円の交付国債の枠の拡大というものは予定をしておりません。 はい、あの原子力損害賠償支援機構法上、えー、まず国に対して、まあ、その交付国債を国から先ほど申し上げたように交付を受けるわけでございますけれども、えー、この交付国債の9兆、まあ、円、交付された場合、9兆円を返す義務主体は、えー、東京電力ではなくて、原子力損害賠償支援機構になります。で先ほどご説明申し上げたその、まあ、4種類の収入の手法を用いて、お金を集めて、 それを最終的に返していくということになっておりましてこれまで5兆円の賠償の枠が設定されたわけでございますけれどもこの5兆円について,についても すでにそのまあ一般負担金という形でえ各原子力事業者の相互扶助の仕組みということでございますのでこの5兆円についてもまあ東京電力の負担という表現はおそらく当たっておりませんあ,のあくまでもえ全体の,その賠償負担金一般負担金特別負担金のえ割合に応じてえこのちなみに一般負担金特別負担金の それぞれの年間の支払い額は毎年原子力損害賠償振興の運営委員会で決定することになってございますけれどもまあこちらの割合に応じてそれぞれまあ東京電力及び各原子力事業者が負担をしていくとまあこういうことになろうかと思いますそれで国の負担という意味ではっきりしているのは先ほどのエネルギー特別会計からー原子力賠償機構法六十八条に基づいて 資金交付をする1.1兆円の分とこれについてはあの国が明らかに負担をするということでございますしえまあその株の売却益をこれはその誰のものなのかというなかなか難しいわけですけれどもえ東京電力のものなのか原子力事業者のものなのかあるいは国のものなのかですね一義的には売却益はその当然もともとの株を保有している原子力賠償機構を あえて言えばその原子力賠償機構がその分についてえその9兆円の枠内にそれを納めるということではそこはまあ負担をするということでえあまりそのなんか東電負担国負担ということでえ明確にそのん別をできるという関係ではないということだけあのご説明させていただければと思います。 えとですね、まず東京電力が最大8兆円の負担を負うという表現は誤りだと思いますと申すのも、えー、先ほどもご説明した一般負担金の仕組みがもともとございますので、えー、まあ8兆円のうちその賠償なりの部分について東京電力が全額負担するという仕組みにはもともとなっておりませんただいずれにしてもあの先冒頭のご質問に答えてなかったですけれども、まあ、キャップということでしたけれども 今般のさまざまな制度整備そして費用の見通し除染についても中間貯蔵につきましても実は先ほど交付国債の枠としての試算ということで申し上げましたけれどもそれでもなお政府として従前よりはかなり角度を持ってその試算を明らかにしたのは初めてでございますし賠償につきまして今までその5兆円の枠 今現時点ちなみに3.8兆円の交付をしているわけですけれどもまあこれを5.4兆程度ということでの見込みをしたのもあの現時点での原子力損害賠償紛争審査会の審議も踏まえてえまあ大体これぐらいの枠取りをすれば十分だろうということで過去2年半の中で現在最もそういう意味では角度を持って4兆円の枠の拡大と。 ということを予算要求するに至りましたので、えー、そういう意味では全体9兆円の費用の総額のイメージが出てきたという意味ではかなりそのキャップ感あえて「感という表現をつけさせていただきますけれどもキャップ感が出てきたのは間違いないと思います。 まず除染中間貯蔵に共通のことを申し上げると除染中間貯蔵で先ほどの4つの種類のうちの一般負担金と特別負担金を、まあ、できるだけある種抑制をするという観点から別の手段をやるということで考えてきたわけですけれどもじゃ除染と中間貯蔵のこの違いにつきましては。 実は11月8日に与党からまあ、今回のその政府方針の大元になっております与党からま提言をいただいております。でその与党であの相当さまざまなご議論をされてきた中でまあ、最終的に与党提言で取りまとめられたわけでございますけれども、この中で特に中間貯蔵については特記をされて、えー、中間貯蔵施設は 30年にわたって安定的に継続する事業でありまた国が責任を持って管理し最終処分場に搬送する必要があるとこの施設建設管理には費用の確保を含めて国が万全を期す必要があるということで,でかつそのエネルギー施策の中で追加的安定的財源の確保に努めなければならないと。 いいうことが特許されてございますあの、まあ、そういう意味では中間貯蔵施設と除染の違いとしましてもちろんその除染についてもあのしっかり安定的、えー、円滑にその事業を実施していく必要はあるわけですけれども特に中間貯蔵施設についてはその必要性が格段に高くかつその30年という非常に長期にわたって、えー、安定的にその財源を確保していく必要があると。まあ 極端なことを申し上げるとその原子力事業者がその負担する仕組みのもとで、まあ、あの今、現時点で政府として想定しているわけではありませんけれども例えば、この30年間にその原子力事業者がみんないなくなってしまったとすべてその原発ゼロで原子力事業者がいなくなった状況の中でじゃあこの負担金という仕組みをどうしていくのかと、まあ、こういうことですね、極端なことを申し上げればこういう事態の中でもうなお中間調査施設については 特にそのしっかり安定的な財源を確保していく必要があるということの問題意識から与党から特にこの部分についてエネルギー政策具体的にはエネルギー特別会計の財源確保というご提言をいただいたと理解をしております。でにつきましては その中間貯蔵施設と比較すると一段そういう形での国が直接68条に基づいてお金をその入れるという必要性が相対的にはまあ少ないということでえじゃ逆にそのエネルギー特別会計の全体の歳出歳入の枠の中で年出可能なその資源と考えたときに むしろ、それに次ぐその第4の資金的な手段を検討するということでまたこれまたもともといずれかの時点では売却することがこれは予定をされていた気候保有の当然株あの未来永劫を国が保有するということは去年には想定しておりませんのでどこかの時点では保有すあの売却することになったわけですけれどもこの売却益をそちらに充てるということがあの今般、政府方針として決定されたということでございます。 あの事実関係のとおりでして原子あの先ほど来から交付国債のお金の流れをいろいろ申し上げてますけれども実はそれとは別途昨年7月に原子力損害賠償支援機構は東京電力に対して1兆円の出資をしてございますただこの出資1兆円はいわゆる国費ではございませんで 原子力損害賠償支援機構が自ら市中の金融機関から資金調達をしそれをもとに1兆円の優先株を引き受けたというものでございましてそういう意味ではこの保有者は名義上も実態としても現売機構になっているということでございますそういう意味ではこの株が仮に売却された場合にその益は原子力賠償支援機構に帰属をするということでございます それで前、えーまあ、そのほうの,のご質問とも関係すると思うんですけれども、じゃあこの株の売却益は本来国庫に納付されるべきだ、でまあ、単的に申し上げると実際に国庫に納付をされますというのがお答えになるわけでして、えー、多分その比較のために申し上げたらいいと思うのは、あの例えばです、ね、あのこれも法律で設置をされた産業再生機構という組織がございます。で産業再生機構にについては、えー、最終的に さまざまな企業に投資をしその投資のリターンですねいわゆるその収益を最終的には国庫に納付をするという形をとってございます、えー、ただこれは法律上まさにそのファンドという言葉がございますけれどもファンドとして設置をされていますので投資をしでかつその個々の企業に投資をしてそれが利益が出るために国庫にすり上げてるわけではなくて 最終的に、まあ、いずれの民間も含めてファンドというものはそういうものですけれども、ファンドを蘇生した期間、最終的にそのクロージングをして、そのファンド期間を通じて、どれぐらい収益が上がったかというものが数字として出るわけですけれども、その出た数字については、あの出た収益については、当然、ある種の解散価値として、まあ、残ったものを国に吸い上げると。 それはもともとそういうためのエンティティだからということでございますで原子力賠償機構はファンドではございませんあのこれは法律上その投資の,その収益を上げることを法律上の目的としているわけではなくて先ほど冒頭ご説明したまさに資金回収スキーム というのがこの玄米機構の法律上の性格でございますのでさまざまな手段でお金を回収またはみら利益を生み出すということもあります今般のようにまさに自分自身が保有している株式が実際に売却されて益が出たものについても含めてそれらを全体として自ら交付を受けた交付国債の額に見合うだけ国に納めていくということになりますので。 いわゆるそのファンドと今般のようなその現売機構という回収スキームの違いということでございますけれどもまあ最終的にあの実際に国庫に納付をしているというその現象に着目すれば今般の株の株の売出役益についてもえそういう意味ではその国庫に納付されているということでご理解いただければいいかと思います。 東京電力の会計整理につきましては基本的には東京電力にご紹介いただいたほうがあのいいと思いますけれども、えーまあ、あの現時点であの私自身個人の認識も含めてです、ね、申し上げれば、えー、基本的に、えー、いわゆるその引き当てなりその債務認識、えー、の指揮というんでしょうか、えーまあ、基準というものを 基本的にはその東京電力と東京電力の担当監査法人との間でまあ協議をされるということになっていると思いますけれどもえ少なくとも本日ご説明申し上げた脚注中9にありますようにまあ環境省の試算でありかつ交付国債の発行限度額を設定するための見込みであると。 またその事業の進捗等に応じて見直しをすると、まあ、こういった正確の,の数字であるということから、これ自体が何か直ちに債務認識につながるものではないというふうに承知をしております。 はい、あの先ほど私、ちょっと1つだけくだらない訂正ですけれどあの、住民説明会200回と申し上げましたが、あれ、私が全部出てるわけじゃなくて、ですね私も去年の8月から着任しておりますが、その前の先輩方の分も含んでますので、僕が出てるのはもうちょっと少ないと思います。そのの上で、えっと、現職の首長様方があの落選されていいるというとうころはあの 選挙なんで,です、ね、私もコメント差し控えたいですし、あのいろんなご事情がそれぞれであるんだと思います。で、他方で私の役職の立場から申し上げるとすればですね、その復興であるとか、そういった取り組みが、住民の方々の目から見てですね、十分だとは理解されてない、それが現職の首長様方へのですね、批判につながっているのは、 事実だと思っておりまして、そういった意味では僕ら政府としてもですね、今まで以上に住民の方々にご理解いただけるような取り組みの強化をしていかないといけないだろうというのは思っております。すこれはあの市町村ごとによって違うかもしれませんけれど。 お例えば私どもがやっている、やってきた避難指示区域の見直しでもですね、えー、あれができたので、帰還困難区域以外は日中立ち入れるようになったと。8万人のうちの7割は一応帰れるようにな、まあ入れるようになってよかったっていう声もある一方でですね、もう一方は同じ街の中を分断されて、 基幹困難区域特にバリケード設定されて帰れないじゃないかという声もあって、その、両面の声があると思います。あるいは除染なんかもですね、えー、遅い、不十分だっていう声が多いと思いますが、これはまさにご質問の観点で言うと、 その方が圧倒的に多いと思いますが地元に行けばですね自分家がすごくきれいになってよかったっていう人もいるのは事実で両方コメントはあるんだと思います。 あの復興ってやっぱり一日でも早くやらなきゃいけないということなので、えー、より早くやれるのであればです、ね、それを目指していくのは当然なので、今の12月に取りまとめたタイミングがです、ね、遅いということであれば、私も甘んじてご,ひ、ま、ご,ご批判をです、ね、受けなきゃいけないと、それで次に生かしていかなきゃいけないとは思います。ただ 当時ですね、なぜ年内を目指してというふうに考えていたかといえば、あの当時から先ほど申し上げたように全体パッケージで示してほしいという議論がある中でですね、我々としては放射線の安全安心対策もやんなきゃいけないし、賠償もちゃんと新しい指針作ってもらわなきゃいけないし、予算措置もちゃんと作っていかなきゃいけない。そういうものを それぞれのつかさつかさでちゃんと熟慮してですねやっていただく必要があると考えたのでまあ残念ながら年末まではかかるだろうというスケジュール感覚をお示ししていたととといいうことだと思います3月から8月まではですねあの政府全体としていろんなことをしていたと思いますで私の観点で言えばですね先ほど出ていたとおり避難指示区域の見直しですね 最後に行われたのは8月の川又ですが、えー、それに向けた調整。で、区域見直しっていうのもあのご案内のとおり、どう線引くかっていうことだけが大事なんじゃなくて、区域見直しをやっていく中で川又町であれば、例えば牧草地の除染どうするんだとか、復興公営住宅を避難指示会場準備区域の住民の人も入れるようにできるのかどうかとか、より見雲の世界でいうとあの精錬所の跡地をどうするんだとか、 そういう地元の方々のいろんな声を踏まえてですね、関係省庁でどう対応できるのかっていうのを取りまとめていきながらご相談をしていくプロセスなので、そういう作業を僕らとしてはやらせていただいていたということだと思います。 これ詳細はですね、環境省さんにお聞きいただければと思いますけれども、僕ら取りまとめの観点から踏まえているところで言うと、今、あの、9月にですね、環境省さんが除染の総点検ということを打ち出されて、我々と復興庁さんと環境省さんで、具体の除染の実施スケジュールをお地元に入って調整をしています。で、それが、あの、最初の柱書きのところに書いてあるやつで、おそらく先ほど石原環境大臣もおっしゃった、 通りですね、年内にそのスケジュールが見えてくるんだと思いますでそのスケジュールを作っていく過程ではですねそれぞれの自治体とはここに書いているようにですね除染を先にやってほしいとインフラ工事の時は大抵そう言われるわけですけれどもずーっと除染だけのスケジュールでやっていくとですね重要インフラの復旧作業が遅れるという声が地元から多くて。 個別具体の箇所ごとにですね、重要インフラのところは先に除染をやるとか、除染とインフラ整備作業を一括して発注するとかですね、少し細かいですが、そういった具体の調整を各地元とやってきています。そういう意味では今まで出されてきた方針とをやっていること、やろうとしていることは変わらないかもしれませんが、私の理解では今回現実に一つ一つそれを実行してきているということなんだろうなと思って拝見しております。 中長期広域の視点での検討でございますけれどもこれはまさに地元のご要請を踏まえてやっていこうとしているところでして現時点でですねお話しできる熟度のですね具体策があるわけではございませんですが我々としては今回これを作り上げていくプロセスで各自治体の首長さんともいろいろ議論させていただいておりますが例えばこの地域で強みのある廃炉とかそういった技術 の存在それを活用したロボット産業育成の可能性とかですね個別の自治体ごとにこういうふうにできたらいいなと思っておられる復興計画の長期的な目標というのはよく認識しておりますそういったものをですね例えばですが政府自治体学会産業界なんかを集めてですねより具体的な絵姿にしていくことができたらいいんじゃないかなというふうに思っているといったようなことがございます でそうしたある種ですねこっち側の新たな生活の部分っていうのは下手をするとその賠償が今回大きく上積みされますのでそれで新しい場所での生活再建やっていただくことはいいんですが他方で住民の方々からすると本当に移住しちゃうだけじゃなくて何年かしたら戻りたいっていうお気持ちもすごく強いんですね。 そういうときに、じゃあ、このふるさとをどうするのかということもしっかり考えておかないといけないという思いが強くてそういうところをわれわれとしても手当てしていきたいということなんでございます。 あの自治体のあり方はですね、政府が今の時点でこうだというのは、あの時期尚早だと思いますし、どう考えてもやっぱりご地元のご判断だと思います。ただその前にですね、例えば車で見ていただければ、帰還困難区域にいっぱい立っているあのお家をですね、本当にどうするんだということは、気近な世界として考えていかなきゃいけないと思いますので、そういったことから、プラスあの区域の帰還困難区域って真ん中にあるので、 昔は働き先だったり買い物先だったりしたわけですけどそこが基幹困難区域のままであった時に広域であの区域をどういうふうに生活できるものとしていくのかっていったところはですねかなり切実な課題なのでしっかりとやっていきたいというふうに考えております。それれかららこここの紙の中のの紙中今おっしゃられた予算の部分でですがここであの 計上させていただいているのはちょっとわかりにくかったかもしれませんが、えー、復興にまつわる全ての予算ではございません。いわゆるあの、安全安心対策というものでですね、あの規制委員会から政府で具体的に作ってね、と。 ご指摘を踏まえて今回この対策の総論部分で基本方針を出した上で別紙で具体策を書かせていただいていてそれにまつわる予算だけが計上されていますしたがってあのご家門のです、ね、福島復興にまつわる予算がすべてでいくらなのかというのはこれに予算総額は限定されませんし今手元にちょっとないんで,です、ね、復興庁さんとご相談させていただいて整理をさせていただくということかなというふうに思います はじ、いえっと、けると思うんですが、弾けると思うんですが、例えば、復興庁さんのです、ね、ご知見を借りないとできませんし、えっと、復興交付金の中でもです、ね、おっしゃるとおり、福島に出てるものと、宮城とかに出てるものっていうのを区分けをしていかないといけないので、予算だけで決まっていかない、執行を見なきゃいけないっていうところあるんですけど、ちょっと個別にご相談させていただいてです、ね、どういう数字の整理ができるのかっていうのは、ご相談させていただければと思います。 あのタンクを実際に作っているのは東京電力ではなくてですねあのタンクメーカーの方々であるとかそれからあの、まあ、ゼネコンさんがその全体として仕切りながらその中でタンクメーカーの方が設置していくと。 いうことが行われておりますので、そういった方々の協力についてを促すという趣旨でございます。あのなんか溶接の文書を持っていくということよりはですね、もう現実の問題として、あの私どももうすでにタンクメーカーさんをですね個別にお話を伺ったりして、どうやったらその個別のタンクをどうやったら早く作れるかということについてご相談をさせていただいております。あの現地で溶接をするものもあれば、あの港湾から持ってくるものもございますので。 でそれぞれについてどういうことをすれば早くできるのかということをお話をさせていただいているということでございます。 もちろんん東京電力が入っていないといいなとうわけではございませんあの福島第一の例えば海から持ってくるものであれば、えー、港の部分をですねあのがれきが残っているのを抜けないとタンクが置けないとかですねそういったこともございますのでそういったことも併わせて東京電力とそれからそのタンクメーカー等の方々との間に立ってでお話をさせていただいているという状態でございます。 はいいあ,ありがとうございます、あのー、おっしゃる通りで、えーまあ、単純計算で1兆円が2.5兆になるだけだと1.5兆しか売却益が出ませんので3.5兆になる必要があるということがまあ大前提ですねもともと優先株で引き受けをしておりまして、えーまあ、これを一旦普通株に転換して その普通株を転換したで、えで市場に売却をしていくということになりますので当然、その転換する時点で希釈化もいたしますし株価の下落は相当程度見込まれるということだと思います。で下落したされたその株価から再度、企業価値の向上を通じて株価を上げていくということですのであの本文にもございますしあの先ほどご説明したとおり 中長期的でありますしまたその市場の動向と密接ということでこれは相当大変なことではないかというふうには思っておりますで実はただあの取り急ぎこのしんどいけれども不可能ではないという専門家の評価を受けているこの企業価値の向上にどういう形で取り組めるかということが今後の課題なのかなと思っております 資源エネルギー庁の原子力損害対応室の森本でございます。あのー、まずあの今日のけ 規定の中でですねあのー、まあ早期に帰還する住民の方々の不便にあのー、も,もう賠償するということこれを決めておりますそれであのー、まだ実際に解除されてない段階ですのでですねまだ受付とかそういう段階ではございませんしたがってちょっと最後の答えにからまず申し上げるとこれ実際に受付の時に最終的な書の書類どうするかというのはあの正式な発表になりますただ一方で考え方をあのー、ちょっと申し上げるとですね今年のまずこれあのー 3月の7日にあのもともと早期期間定住プランというのがあの福岡総括本部の方で出されましたでその中で検討の指示もあってですねで、えー、ずっと検討してきたものですでこの定住プランの方でです、ね、あの当時、で今年の3月からですから12年のうちにインフラ補給をやって解除に向けて期間に向けてという議論をしてました。したがって、えー、当時からすると えー、事故から事故後で計算すれば、まあ、3年から4年ということになりますしたがって、まあ、そういうところの解除を念頭にですね実際に帰られた方があの交通費とかですねやっぱりどうしてもまだ最初のうちはあの交通が不便だとかですねそういうのが残ると思います、まあ、そういう方を対象にしておりますので、えー、実費系のものですであの具体的な金額についてはですねおおむね、えーまあ、90万程度 をおお人という,ふうには考えておりますまだあの実際に解除されてない中でなんであの最後の請求のところできっちりもっぺんやりたいと思いますがおおむね90万程度とは考えておりますで払い方はあのちょっとお手で考えたいと思いますがやはりなるべく簡単にしたいので渡し切りとかあの領収書を全部集めろというようなことはなるべくあの避けたいというふうには考えております えっと、今です、ね、現場配信で最終的な議論をしているところなので12月26日の指針で明らかになるというふうに受け止まっております現時点でまだです、ね、そこについて僕らに対しても結論はおし示されていないとういう状況です。 は売却について、えー、まだちょっとすみません、本文をご覧13ページをご覧いただきたいと思いますけれども、売却益、まあ、余剰が生じた場合、まあ、これは相当楽観的だと思いますけれども、余剰が生じた場合には中間貯蔵施設にも充てると。 あのエネルギー特のの分がまあその分がそ減るとということになりますで不足が生じた場合は東京電力等が予算費用の負担によって電力の安定供給に支障が生じることがないよう負担金の円滑な返済のやり方について検討するということがまああの政府方針として決められておりましてしたがってそういう意味ではあの本日ご説明したまあ4通りの手段がございます。一般負担金特別負担担金金特別 えー、株の売却益、そして68兆ということで、えーまあ、そういう意味では、この政府方針にありますように、えー、今日のその時点で、えー、決まっているのは不足が生じた場合には、えー、円滑な返済の形について検討すると、えー、いうことが、現実で決まっているということのみ、えー、申し上げられることだと思います。でただちなみにあの関連しましまて、えー、14ページ、えー 13ページの下段から14ページにかけてそもそもそのこの株の売却益を、まあ、あの難しいとまさにおっしゃいましたし私自身もあの難しいということは先ほど申し上げたとおりですけれどもただ不可能ではないということを復元した上えで企業価値の向上にあたっては やはり相当な企業努力が必要になるわけですけれども現時点で現職賠償支援機構法において特事需事業計画の履行を確保をしていることそして出資者として株主としてのガバナンスも講じていることなども踏まえて機構および政府において今後その特事需事業計画の改定も想定されているわけですけれどもそれらの,その改革の進捗について定期的に点検を行い その結果を踏まえ、気候保有株の議決権や売却の在り方等についても検討するということも併せて政府方針として決めておりますのでそういう意味では、まああの、何年この一時といというその評価のタイミングがあるというよりは まさにこちらに今記載していますように定期的にその点検を行い、まあ、それらの,の状況を見ながら売却のタイミング及びその売却の手法そしてまあ仮にその不足なり余剰が生じた場合の具体的な処理方法などについて順次検討を深めていくと、まあ、こういうことになるんじゃないかと思っております。 国民負担というのは何をおっしゃってるかあれなんですけれどもあの、まあ、そういう意味では一般負担金特別負担金、えー、68条に基づく資金交付ということで、まあ、特別負担金だけはこれは東京電力の利益から出しかつ電気料金に転嫁を認められておりませんのでこれはまあその利益処分ということですけれども一般負担金については料金転嫁が認められておりますので、えーまあ、これも含めてあの国民負担ということであれば仮に 今般、制度的に方針決定したこの株の売却益という第4の収入の手段が仮にその企業価値の向上を通じてうまくいかないと売却益が十分捻出できないというようなことがあれば今申し上げた一般負担金も含めて国民負担につながるうる恐れがあるということだと思います。 本日の,あの経産大臣の記者会見でも大臣からも申し上げていましたけれども基本的には東電の再生を通じて福島の再生を実現し最終的にはその国民負担の,その抑制を図っていくということにおいてその東京電力におけるその企業価値の向上というのは極めて重要な要素になるのかと思っております。